備中梅薬の名で知られる宗者の置き薬は300年以上の歴史があると言われています。全国的に知られている越中富山の置き薬もこの備中梅薬がモデルとなりました。映像は昭和36年1961年に撮影されたもので、風呂敷包みを背に西日本各地に散っていく薬売りの姿が記録されています。販売員たちは各家庭を回って専用の薬箱の中身を補充し、同時に薬の効果なども調べていました。当時すでに都市部には薬局があり、大手の製薬会社が製造したいわゆる市販薬が売られていました。しかしこうして様々な土地を渡り歩く薬売りは、当時軍部や山あいの人たちの情報源として、また知識の源として薬の効能以上に重宝がられていたといいます。